どうも、タビアンでーす。邪聖剣ネクロマンサー続きやっていきたいと思います。さあ、戻し作業しておきました。あのタブヤンに薬草を4つ購入して、それをうまく使って見てください。ほぼマジックポイント使わずに戻ってきましたよ。前回の地図がこちら。シンプルですけどね。地上から上に行って階段、下の階段降りたとこで現在ここにいますね。で、地上ではまだ右へ行くルートもありました。そんな感じでね、タブヤン式記号で行きたいと思います。まあ分岐点が来たら地図表示していきますね。くしゃみ出そうです。主人公のくしゃみ待ち。深呼吸したら収まったな。行きましょうか。だから右ですね。これ下調べしてやるから。ここ、あ、もういきなり階段ある。え、上り階段、マジか。ちょっと待ってね、混乱してきたぞ。上ね、上り階段があるじゃないか。で、どういうことだ、これ。上り階段を避けていこうか。あ、行き止まり。オッケー。上り階段だ。選択。あ、階段の上に出てきたドラゴン。階段の上に、こいつなんか打撃だけだったよね。フレアとバーンの杖、雑魚キャラ扱いでいいんじゃないのこれ。ドラゴン見かけ倒しだったよな、前回も戦ったからね。あ、タブヤンの攻撃は効かないけど、ここはライムとマイスとの炎で意外に効くという。ドラゴンって炎を吐くもんなじゃないのかな。でもこれ節約モードでドラゴン倒そう。いけるっしょ。どうだ、よし、節約モードで倒した。ライムレベルアップです。 INT197、 ザリムが218だからまだですね。さあ、そしてここですね。上登ってから左行き止まり、 OK。 下行き止まりということで、これ右しかないね。 OK。毎回カメラ表示するのはあれだけめんどくさいけど、めんどくさいというか皆さんにお待たせするけど、右行きます。で、あ、これは分岐点かな。上か右かかな、うん、上か右か。これはここで分岐点の丸書いておこうか。か上か、うん、まずは上行こうか。まあ、敵出てくるまでカメラ出したままで。まだまだ戦えるよ。あ、階段、下り階段だ。ドラゴンね。はい、ドラゴンは雑魚キャラ扱い。カメラ消しとこうか。まだまだいけるよ。ドラゴンだったらいける。できるだけこの地図を広げるんだ。どれくらいの広さか分かんないからね。タブヤン防御でもいいけどな。今だから下に地上、だから地下1階から下に降りて地下2階でしょ。地下2階で上に上がったから地下1階だよね。今タブヤンレベル34。INT は128だけど、別にフォルマが174だからまだまだですね。これね、魔法を使っていくか。ゼライル、タブヤンとマリスとはバランスよく使っていこう。で、これ
りる前に周辺をクリアにしといた方がね。あー、これどうしようかな。フレアタイタン、防御防御でいけるかな。フレアタイタンだから炎を使ってくる。あー、タブヤンだと無理だな。30だな。フレア効かないのかな。一応やってみるか。このターン魔法フレア効くか。名前からして効かない効かない。どうするか。エルサーパー行くか。エルサーパーにエマイカはいらないのかな。ゾラザム使うか。ゾラザム消費マジックポイント9。あ、でもなんとかいけるか。エルサーパーが1回効けば。フレアタイタンで外でも戦ったよね。おーし、防御防御でいいんじゃない。あとはもうタブヤンだけで頑張ってくれ。攻撃防御防御、なるべく節約だ。あれ、長い戦いになるかこれ。よし、なかなか苦しい戦い。どうしようか。264タブヤンゼライル左って。よし、行き止まりだ。全部行き止まり確認。はい、降りました。地図作りながらだから少しずつだけどね。ここで下階段。はい、それで今度は上は、あ、上、何これ、何もないな。左は、あ、左階段。え、あー、入っちゃまった。ちょっとややこしいな。あー、これ左だけだね。左だけ、オッケー。左だけで、階段が見えたね、もうね。あー、階段、下り階段、オッケー。これも一本道だ。下下り階段だから、地下1階でしょ。地下1階から、地下2階に降りました。地下1階に戻りました。地下2階に降りました。で、これで地下3階だ。ここ地下3階。お、宝箱発見。どうしよう、タブヤンが持つか。っていうかタブヤンしかアイテムの枠余ってない。一応罠があるかもしれないから、マイストのアイラル、罠かかっていなかった。タブヤンが開けます。何も入っていない。なんだそれっていうことは、ここまで行き止まりだから、皆さん、ここ行き止まりで終わりだね。戻りますということだね。で、戻ってここにまで戻ろうか。最悪最初まで戻るぞ。でもまあ、それで消し込めていってるからね。ここまで戻って、2つ戻って、ここを下に降りて右だ。おお、敵出てこなかった、ラッキー。セーブしとこうか。セーブして、今ね、ここまで戻ってきました。だから、次右に行きます。マップを出したまま、あ、右というか下だね。まあ右だ。フレアタイタンはどうしようかな。エルサーパが消費マジックポイント12で、サバリスが16。サバリスいけ。効かなかったりして。どうだ、よし、効いた。もうあとタブヤンに任せろ。サバリス2発はもったいないでしょ。防御防御、ちょっとカメラ邪魔だけど、まあ
このままいきます。防御防御、よしよし、バランス的にここはマイストにライドをやってもらおうかな。今回はまだ薬草も4つあるしね。薬草でもいざという時に戦闘中に使いたいからな。これだけしとくか。食べやん、回復。よし。で、お、これは分岐点か。右か左かか。これだから、こうにしようか。はい。で、こうして、で、右か左かだね。右下か左下か。こうしようか。よし。右下行こう。ワクワクしてきたな。お、あ、また分岐？分岐っぽいなこれ。これはこういってからの、もう書けないけど、ここにまた分岐があります。なんか髪の毛が邪魔です。で、こっちは上、どうしようかな。これはもう右下行こうか。狭いとこ、右下。おい、行き止まり。川がある、ここバツしとこうか。はい、こっちバツ。戻ります。敵出てこないのはラッキーだ。で、上行きます。また分岐かこれ。あ、こっち行き止まりだな。一応行き止まりみたいなところもなんか調べてた方がいいな。うわー、また分岐これ。これさらにこう行ってからので、分岐にしようか。で、これ上と下、上と下。これ下はなんかなさそうだよな。もうね、先消し込む。おし、オッケーオッケーオッケー。下なんもなし、ここなし。上消し込んで、お、敵出てこないのラッキーですよ。また分岐か。上かこれ。右と上ね。もう書けないけど。右行こうか。右は、うわ、広いな。また分岐。もう書けません。下と上。下行こうか。あ、階段、階段ありました。下、文字小さくなるけど下、下階段。周りは何もなし。よし、 OK。 どうなってる。うわー、何これ。右、あ、右オッケー、下オッケー、上オッケー。よし、左だ、左だけ。これちょっと狭くなってきた、手狭になってきたんで、こういってこうしますね。はい、こうします。左行こう。あ、階段だ。よし、階段だけ。これだから下階段。今地下何階だ。もう一回数え直そうか。地下1階から始まります。地下2階に降ります。地下1階に戻ります。で、地
下1階に戻ります。地下1階だね今ね。でずっと地下1階ずっと地下1階でここで降りますから地下2階で地下降りたから地下あ降りたら地下3階か地下3階。いやでも敵出てこないのラッキーだね。そういう仕様なのかこれ。トミチか。うわ、あまりにも長すぎて明かりが消えたのか。ブラーレもびっくりした。一直線だよこれ。あ、階段発見。ラバタイタン。ちょっとカメラ消す。ラバタイタン久しぶりだね。ここはサバリスでいけるかな。久しぶりのバトル。いや長い間敵と戦わなくてラッキーだったね。タブヤン50与えれる。サバリスどうだ。効く。オッケー。ここはもう防御でいいでしょう。タブヤンとマイストに任せよう。ラバタイタンは外でもいたやつだよね多分。名前を正確に覚えてないからわかんないけど、こいつ系のやつはまあ打撃系だもんね。ちょっとずつマジックポイントが減ってるから怖いなぁ。1回今回でいけるかなぁ。レベル的にはみんなプレイしたことある人をね、レベル的に自分の時と比べて現時点で高いか低いかとか教えてくれたら嬉しいですね。ゼライルとマイスとのライルをちょっと組み合わせて、ヒットポイントは400ぐらいは欲しいよね。ここだったら全員400をキープしようか。さあ階段発見した。だからこれ一本道、あカメラ消してるな。一本道でこれ下ですね。下これで地下現在4階だね。4階カメラ消します。さあ左は壁、下は、あ下も壁だ。右だけだね。右だけ。あまた階段。これもう右だけど、右へって書いていこうか。左だけどね。で下だね。マジか。地下5階か。おっとこれやった一旦。サバリス防御。まだ何個も行ってない分岐点あるもんね。だいたいスタート時点の分岐がね。もう一度サバリスやったい。もうそろそろ全力で戦おう。サバリス効かないのかい。もう一度サバリスだ。サバリス3連発くらえ。あと地点の右以外なんとかもう全部行きたいけどね。でもここ深すぎるな。どうしよう。タブヤのゼライル残りわずかだになってきたね。そろそろ薬草使うか。薬草使うという手もあるな。左は、あ、左行き止まり、オッケー。ああ、誰かいた。なんだこの人。よくぞ全ての秘宝を揃えたな。3つの聖杯を揃えるまでには苦しい旅だったろう。さあ見るがよい伝説の邪聖剣ネクロマンサーの復活を。
勇者たちよ、これでネクロマンサーはそなたの手に委ねられた。だが焦るでないぞ、アザトースもまた手ごわい。魔王のことだね。道具、ネクロマンサー、おー、ついにネクロマンサーを手に入れました。で、タブヤンの強さ、攻撃力299、装備タブヤン武器ネクロマンサー、299が239に弱くなりました。これが言ってたことか。ネクロマンサーさらに強くしてもらわないとダメなんだな。今はトルース装備しとこう。タブヤンネクロマンサー持ってるけど役に立たず。ここは行き止まりかな。あ、よし、行き止まりですね。だからこれ書いて、で、ネクロ G としとこうか。ネクロ G がいました。で、ここで行き止まりですね。で、あと分岐、ここまで戻らないといけないのか。あと隠し通路的なことも可能性もあるからな。こっからだね、難しいの。一番可能性あるのはこのこの部屋にありそうだけどな。一個通路的なのも探さないとね。これうわー、ネクロマンサー取ったけど弱いって。もううわー、めんどくせえ。もう全力で戦っていけるとこまで行くか。今回はカメラ消しとこうか。もう全力っていうことはサバリスですね。肉弾攻撃だから特にマイストの出番はないね。エマイカとか、あ、そうか。でもマイストもあれすればいいんだよね。ゾラザムをすれば敵弱くなるから。サバリスすげー。サバリスもういっちょー。ダンジョンはくまなく探さないとな。なんかほんで武器とか防具追ってるかもしれないしね。どうしよう。これマイスト、薬草使おう。薬草使って粘ろう。ここは、あ、いけたー、いけたぞ。すっごい長いぞ、道が。宝箱発見、魔法、マイストか、マイスト。うわー、これいいアイテムなんじゃない。アイラル、罠がかかっていなかった。開ける、タブヤン、レジェルダーが入っている。なんだレジェルダーって。道具か、防具か、これ武器か。あ、武器だ、レジェルだ。ちょっと待てよ。強さタブヤン AP299、 装備タブヤンレジェルだ。強さタブヤン299から、419、見たことのない数字。約120上がったの。何それ、レジェルだ。全然意味わかんないんですけど。じゃあトルースは誰か装備できるかな。ちょっと待てよ。
あ、ライムが道具少なくなったから楽になったね、これ。薬草を使うマイスト。あ、これで楽になったよね、でも。聖杯がなくなったから。だから、ちょっとライムに渡そっか。魔除けの水自体は、マイストが使ってほしいが、戦闘の時ね、使うとしたら。これでタブヤンのお下がりトルースを、トルース装備できるかな、誰か。マイスト、あ、黄色くなってるから使えないな。ライムはどうだ、トルース、あ、使えない、使えないのか。逆にレジェルダーは使えないかな、マイスト。あ、マイスト使える、マジか。マイスト攻撃力177、装備マイストレジェルダー177から、367。おお、もともとタブヤンが299だったから、あ、いいんじゃない。じゃあライトに返して、タブヤンに。タブヤンライトに、あ、ちょっと待って、マイ、ライトにを今までマイストが使ってたのかね。あ、違うわ、トルース、わけわからなくなってきた。名前に特徴がないからな。トルース、タブヤン299に戻りました。で、ライトニーはライム使えないかな。あ、使えない、オッケー。しょうがないね、うん、そのまま持っといてもらおう。あ、これで強さタブヤン攻撃力299、マイスとまさかの367、すげー。さらにこれ、今これ地図で言うとどっから行ったんだっけ、分かんなくなったな。戻ろうか。うー、敵ドラゴン、いや、これ攻撃防御攻撃できんじゃない。マイスとかわされるんかい、そこは見せてくれよどうだマイスト。おお、マイスト87、初めて見る攻撃力、これはいいぞ。マイストなんか素早さ落ちてる気がするけど、気のせいか、大丈夫か、個性死んじゃうよ、重い武器なのかな、そんなことないよね。マイスト、なんか素早さ大丈夫？いや、でもいいね。これはいい。あー、なんでエンカウント率が上がってんのか。攻撃、防御、攻撃。戦いの仕方が変わるぞ、これ。ネクラン戦が基本好きだからね。でも、ネクロマンサーを強くしないといけないんだけど。それが問題だな。まだだよね、このダンジョンで。マイスト100、いや素晴らしい、マイスト、もうマジックポイントがギリギリだ。なんか回復の泉とかないのかな、もしくはマジックポイントを回復させるアイテムとかね。ライムも参戦しようか。いや、いいだろ、2人で戦え。まず138、いいね。
バーンの杖いらないんじゃない？マジと。ねえ。バーンの杖卒業か、ついに。マイスト。ライムに戻せたらいいんじゃない？バーンの杖。これはいい。伸び伸びやっております。さあ、戻ってきました。ここか。カメラで言うと、ここですね。宝箱。隠し。はい。ということで、今回はここで区切っておきましょうか。次回もお楽しみに。次回、このまだ行ってないところ、もしくは隠しをね、引き続き探したいと思います。今現在の場所がここですね。戻ってこことこことこことここ4箇所まだ行ってないからね。それではまた、さよなら。